おはようさまさん、どうも、花城おとるです。ちょっと待って、おはようさまさん、パズドラで初めてランク1000に行ったアイコン名サマンサ、どうもどうもお願いします。知らん、初めてランク僕たちは最強だ、ゲトをハウンです。いや、まだどう突っ込んでいいか分からない。呼んでください、過去編。過去編ってか、まず未来も呼んでないわ。というわけで、はい、はい、最近の大人気アニメ呪術廻戦見てる人、はい、リアタイ6は両方見るんだよ。俺だってアニメ見てるから。あれ君は、え、君受験弁生もしかして。君受験弁生、受験回戦しか読んでない。俺読んでないけどやってたんですね。はい、というわけで、最近流行ってる呪術廻戦という漫画があるんですけれども、はいはい、その中に出てくる五条悟っていうね、最強のキャラクターがいるんですよ。五条ってのはもうあの五条、京都五条の話してます。京都五条の話してます。五条のそのキャラの、まあ、特技というかその技があるんですよね。この技が無加減呪術というんですよ。無加減、手加減しないぜってこと。無加減できない。作者の見解によると、これはかなりこう数学的なロジックで一応こうなるんだよみたいなことは言ってるんですけど、にわかに信じがたい。いや、あの作者数学できないです絶対。数学から出てくるの？数学から出てくるのがよく出てくるのが無限級数っていうのが出てくるんです。でもその言葉聞いたらほんまかぞ。いや、ほんま我ら一見黙ってないわけです。というわけで今回はですね、そんな最強術師五条悟に我々理系がマジレスしてみた。イエイ。まあ一応目的は2つ、芥見ゲゲさんにマジレスをすること。もう1つ、まあ一応これをこの設定を完全に理解して皆様に分かりやすく伝えること。文系の人が呪術廻戦を読んだ時にもしかしたら親と思う可能性がある。どっちだったら理系の方が。むしろ理系の方が。なるほど。だから、そうだ、どういう風にこう数学とその技が絡んでいるのかっていうのを改めて検証していくっていうのが今回の企画でございます。なるほど。はい、というわけで早速やっていきたいと思います。マイケタパセロイズム勲章。ちょっと分かんない分かんない、マジで初心者として聞いていい？こいつなんで戦ってんのこいつら。あ、まずね、世界観の説明ですね。人々の怨念とかによって、うん、まあ呪霊っていうものが勝手に生まれてしまうんですよね。なるほど。それをただただもう撲滅するしか人々を守る術はないってことで、一応平和を目指してるよね。まあそうですね。なるほどなるほど。消防士みたいなもんです。イビ軍なんや。イビ軍、イビ軍みたいなもんなんや。助けてたらこいつら全員もうすごいですよ。あ、でも完全制覇できるぐらいの余裕ってぐらいの身体能力を持ってる世界ってことです。これですね。まずここです。あ、なになに、ちょっと読みますね、この辺から。読んでください。簡単に言うと当たってない。バカな、さっきとはわけが違う。わしは確かに触れて殺した。で、ここ次です。はいはい。君が触れたのは僕との間にあった無限だよ。どういうこと？こう手やったらこうビタって止まってるんですよ。こうそれこれ以上先に進めないんですよ。あ、なるほど。あ、そういうこと。あ、そういうこと。プラスプラスの電気力線みたいになるわけね、こう。そういうこと。そういうこと。プラスプラスの電気力線みたいになってる。はい。で、ここで五条悟の術式、無加減呪術について説明します。なるほど。あ、無加減でそっちね。で、五条の術式はアキレスと亀に出てくる収束する無限級数を現実にするものです。ただ五条の術式の無限級数はファンタジーで繰り返される足し算の中に本来ない0と0を分割した何かが含まれます。0を分割した何かというのは、今回は勇気を出して負の自然数と言い切りました。何負の自然数って。あ、だからこれ言ってるんや。だからこのまあだからさっきのアキレスと剣の話をしてるわけね。はい。アキレスと剣ってことな。アキレス剣、アキレス剣、アキレスと何やったら亀という感じです。はい、まあこれぐらいじゃないですか多分。まあでも負の自然数っていうのはまあ定義しされたのですか、この方が。この方から定義されたマイナス1個の隠語がどういう効果になるのか、うん、0割る5とかするとマイナスが出てくるってこと。そんなの不正解じゃないですか。2分の1足す4分の1足す8分の1足すっていう、まあ2の n 乗分の1の級数、こんな感じで永遠に数えていた時に最後まで数を数え切った人は存在しないので。まあそうですね。まあ無限を認めてるからね。だからその中に負の自然数がないとは言い切れないよね。言い切れない。なるほど。2の n 乗分の1にもしかしたら負の自然数が出てこない。ああ、その発想なかったな。じゃあ俺らでやるわ。
俺と呼びのリンの住んで南のジョイコールマイナス1多分なんか虚数とか使えば多分出ますよ答え一応定義できる呼びのりに電話してみるでしょ、はい、あ呼びのりに電話しようこれは確かにもし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 問題です。2の N 乗イコールマイナス1を満たす N の答えを無理やりやるとしたら無理やりやるとしたらN イコールログ2のマイナス1かっていうことになるよね。まあ、ログ2のマイナス1は定義できますね。そう関数でおできるやつか。15秒でわかるログ2マイナス1。まずはオイラーの公式を持ってきます。これに定が E の対数を取ります。この定を2に変換すれば終了です。答えはログ2分の i π だいたい 4.532i くらいらしいですよ。チートやんこんなん。だからこれはだからもうチートなんですよ五条先生が。もう一回説明して。まあまあまあどちらにせよどちらにせよどちらにせよ結局あの、はい、負の自然数って言い方は、はい、複素数って話に変えた方がいいよっていう結論一旦、まあ、そうですね。オイラー悟るってことだ。まあそうですね。そっちの方が良かったです。何や何やアキレスとケン。じゃあまだアキレスとカメです、ね、カメアキレスとカメのような形で俺には近づきたくてもお前はこれ以上近づけねえみたいなことやる。でもそっちそれだけだったらよかったのに。うん確かにそれだけだったら空論力で説明できない。確かに確かに。だから要はあれやんな、あのお前もプラスの電荷持っとんぞと。あそう俺もプラスの電荷持ってんぞ。だからお前近づきたくてもここ行こうはこれで遊ぶぞ。それだけやったらよかったのに、はい、それに変なことを持ってきちゃったのが今回がもう敗因というかもう。あ、敗因。混乱の元。敗因。混乱の元って混乱してるの理系だけやから。もしかしたら敵と同じ、まあ、展開にできるみたいな。そうそうそう。だからそういう能力に言い換えることができる、逆に言うと。確かに。言い換えることができる。そういう能力に言い換えることができる。完全術式。ちゃんとだから大学受験で物理取りましょうって。言いたかったら。数学じゃなくて物理やったんですね、これもしかして。水蒸気が例えば電荷を帯びてまして。はいはいはい。それがそれをあえてくっつけることができる。例えばあそういうこともできる。だからそういう技もある。だからそれが青っすか。違う感じで分からない分からない。そう分かんない。青って吸い込む反応じゃないですか。ああはいはい。なんで止めやすいに変えてるっていう。確かに。だからその場所にある電荷を帯びてるものを無意識にそうできる。バレないようにバレないようにバレないようにくっつけてる。それ結構じゃあそれやったらやばじゃないですか。はい。青も赤もいけるじゃないですか。確かに。パッサンバーンって弾き飛ばせますしギューってくっつけることもできるんですよ。ああそう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 いうことだよね。なるほど。そうですね。もうもしかして電子を操る能力かもしれないですね。それレールガンですか。もうこのシーンだってもうそうにしか見えない。そうそうこれもうビタってこう電気力できますよ。こうやって電気力できますよ。だから電気を帯びてるからこいつツンツンなんちゃう。こいつ電気を帯びてるからこいつ。静電気やったんですか。静電気がプラスの電荷が帯びてるっていうのをアンにしてる。アンにしてる。天才だ。それしかない。それしかない。だからこいつ髪の毛ツンツンない。なるほど。あ、じゃあもう電子操るようになった。だからこいつは電気を自由自在に操れるっていう能力に取って変わる。しかも電気やからこういつ発光するかわからなくて眩しいからこのサングラスもしてる。あ、それもある。それもあると。ほんまに眩しいから。そうそうそう。